日中の河川敷なんですが、ピーピーという音が聞こえてきます。あそこなんですよね、あの鳥大きくないですか。鷹ですかね。え、大きい。広島市内の河川敷で鋭い視線を飛ばしていたのは1羽の大鷹。カラスとかハトの対策で鷹ショーとして、訓練をしているところです。今日意思疎通今結構取れてますか。はい、まだまだですね。その名も篤姫。まだまだ訓練段階ということですが、紐がついていない状態で餌の鶏肉をかざすと自分の意思で帰ってきます。おいで。先月、篤姫の姿はエディオンピースウィング広島にありました。おい、飛んでいくか。スタジアムの所々にカラスやハトが落としていったとみられる糞骸があり、サンフレッチェ広島が鳥の侵入と巣作りを未然に防ぐ守護神として天敵の大鷹、篤姫に初の仕事を依頼しました。巣作りが始まる前にですね、鷹がいるぞということで他の、カラスとか鳥にも認知してもらって、害を防ぐと、鷹を怖がって寄らないという形であれば、鳥にも危害を加えない形で鳥害も防げるということなので。先月から週に一度のペースで篤姫が飛び回った効果はというと、上空を30分ほど眺めていたんですけれども、カラスが1羽か2羽通り過ぎたかどうかという形でして、鳥たちにですね、このスタジアムが怖い場所として認識され始めているのかもしれません。日頃、篤姫は害虫駆除全般を請け負う松前さんの自宅兼事務所でスタッフの一員として飼育されています。手はえぐられましたし、もう血だらけで日々奮闘して1時間も2時間も止まらしとかねえけんです。この腕、安心できる、木の枝だという。生後6ヶ月でヨーロッパから松前さんのもとにやってきて、少しずつ信頼関係を築いてきました。気は強いですよね。私みたいな害虫駆除の本業の業者が、カラスハトの対策でやるいうのは県内で私しかいないと思います。3本足のヤタガラスをユニフォームにあしらった日本代表がやってくるエディオンピースウィング広島ですが、守護神篤姫は害獣のカラスの前にだけ立ちはだかります。ハトもカラスも巣作りの時期なので、どこに巣を作ろうかということで、いろいろ探していると思います。カラスを寄せつけないような、見張り役として頑張っていきたいと思います。篤姫もなんか泣いてますが、篤姫もなんて言ってますかね。頑張ります。